それでは間引き菜のベビーリーフを使った簡単なサラダを作っていきたいと思います。では洗っていきましょう。間引き菜ですね。今の時期に間引きするんですけれども、そういうものを集めたのがベビーリーフです。で、それぞれのその栄養素、それぞれの野菜の栄養素が含まれているので、例えばベータカロテンですとかビタミン C ですとか、あとはビタミン K などが含まれています。でベビーリーフのサラダは火を使わずに簡単に作ることができるんですけれども、ドレッシングもお好みで作ってもらって大丈夫です。で今回は手作りドレッシングで人参と玉ねぎとりんごをすりおろしたものに醤油とお酢と、あと油、そしてごまを加えて、で少し蜂蜜とかで味付けしたドレッシングも作っています。これはお好みなので、いろいろ自分の好きなドレッシングで試してみてください。それではかけていきます。りんごのジュースの今回絞りかすを使って再利用として、その甘さとか繊維質を活用しつつ、それでちょっと捨てるのもったいないのでドレッシングとして活用しました。ベビーリーフを盛り付ける時にちょこっとだけポイントがあるんですけれども、ベビーリーフのこの葉っぱ、裏表があります。で表面をなるべく上に向けて盛るようにすると、ちょっと綺麗に見えます。紫のねベビーリーフとかもあれば、それとか上にした方が綺麗に映えますので、盛る時にちょっと工夫してみてください。はい、というわけでベビーリーフのサラダが完成しました。